おもろい。これは面白い。ゼリーをグミに近づけた感じ。ゼリーやね。どっちか言うと。ゼリーって書いてあるやないか。名称ゼリーって書いてあるわ。恥かかせやがって。グミでエントリーしてへんやないか。どうもかまいたちです。本日は、はい、最新グミ集めてみました。グミ市場がすごいって。グミはね人気よね。前回衝撃を受けたんがこのシャリモニ。まだ俺1位やねん。美味しいな。これでもこっちもうまかったね。この間食べたけどコーラ。コーラ出してんの。ちょっとコーラうまかった。まあヨーグルトもうまいねんけどもちろんコーラもうまかった。うまいな。あでもやっぱヨーグルトうまいな。シャリモニシリーズ全部うまいな。どこだった会社。ブルボン。2022年9月なんで約2年前。あ、そう。これだからずっと生き残ってるってこと。やっぱうまい。うまっ。やっぱやることうまいな。1位や。俺に匹敵するのが出てんのかいな。グレープもあるで。まあそうやな。もうシャリモニばっかりになる。まあうまいわな。うまいわ。どれいく？新作よ。この間他の番あの余談ですけどやったかなで食べたけどこれうまかった、ね、美味しかったね。チョコボールの中グミね。うんの中がグミになってるやつ。結構革新的な。これは激うま。余談ですけど見てください。これも珍しい。もち度ミスドとかかってんの。もちもちドーナツ。なんかちょっと一見ポンデリング風の。俺これ食べてみよう。台湾産ライチスパークリングピュレグミプレミアム。あおもろ。もち度おもろ。ええ匂いやな。でちょっと固めな気がする。いただきます。あ、硬い。ハード系。ハード系や。どう。うん、あうまい。ぶどう味でちょっとハード系が好きな人はこれいいんじゃないですか。うん見て寂しい。シンプルやな。うんうんうん。すごい進化っぷりやな。うまっ。もちもち感があるのかなと思いきやそういう感じではなかったね今。硬さの、うん、食感ですか。いやでも伸びるねんって。伸びて食べなあかんのかな。ちょっと伸びてんのかな。グミの、グミそうしたことない。普通のグミあんま引っ張ったことないからさ。これが伸びてるのかどうかわかんない。これライチスパークでも結構うまい。で中にジュレが入ってる。あいいね、ジュレ入ってるのいいね。美味しいわこれ、うまい。ライチの香りもしっかりして。元が大好きなんでこれ活かしてくれ。俺らヨーグルト好きやねんな。ヨーグルトに肩入れしてるところはちょっとある、正直。すいません、うん、これってあの会社ヨーグレットやろがやってるやつ。薬みたいに出すやつ、うんうん、じゃあもう絶対やん。いただきます。ハード系あの感じ。なるほど。あの感じが最初からあんねんけど中によりジュレ状じゃないけどな中にヨーグルトの風味強いのが入ってるね。うん、うん、あの風味はね美味しい。ガツンとみかんグミ果実グミ、リンゴ果実が入った。なるほど。こういうアイスに見立ててるわけね。なるほど。で、硬いです。現時点で。これいいよ。ガッツンとしてる。これもええわ。ガツンとみかんってアイスがもともとあって。あ、このアイスがあるんだ。なるほど、ね。優しい甘み。うまいこれ。なんか病みつきになる噛み応えやなこれ。欲しいもんみたいな感じの噛み応え。わ甘さの感じも噛み応えもめっちゃ好きかも。にちにちっていうのにちにち系ね、うん、ちょっと待って。これスイカも生かしてください。いつでもどこでもスイカ。あーなるほど。か形スイカね。スイカの形。匂いすごいな。匂いすごい。スイカめっちゃスイカの匂いする。再現度高い。あのちょっとシャリモニ
グミ的なあのなんていうのまぶしてあるやつ、あシャリシャリしたやつ、シャリシャリしたやつがちょっとだけかかってて、うん、で味がもうめちゃめちゃスイカに寄せてる。何これ、おいしい餃子の子やって、その下の意外とピーチ味って何、どういうこと餃子の子っつっといて意外とピーチ味って何なんだ、どういうこと、餃子味やろ、うん、餃子の意外とピーチってどういうこと、ごっついピーチやで、形が餃子なだけなのかな、形が餃子なだけや、あそうなんや、うん、味はピーチなんや、うん、絶対餃子の味って思うけどななうん、餃子の味で言ってもよかったかもよ、かばや食品さん、俺マロッシュのヨーグルトソーダ、またヨーグルトやね、うまい、ハード柔らかす、マシュマロ系のなんかな、うん、ちょっとマシュマロっぽい口当たり、うんでヨーグルト味ね、で周りにパウダーつ入れて、いやめっちゃソフトって感じでもないから、ムニプルピュアラルグミ、なんかちょっと変わってますね、これうまいかもな、何系、あのグミめっちゃソフトなグミでレモンの風味までが早い、へえ。これ食べてみて、この食感が結構俺は新しい、今食べた中ではあうまい、なかなかない食感かな、あうまい、ムニプルレモン味、一回で噛み切れる、うん、それグミのグニョンがなくて、そう歯向かってこない一、うん、回で噛み切れる、抵抗してこない、でもふにゃふあの、うん、全然歯ごたえないやんけとかではない、歯ごたえあんねんけど噛み切れる、うん、あ美味しいね、あいいかも、好きかも、でレモンも酸っぱめ、これもじゃあレモン、グミだよ、わかるわ、グミだよ、アメじゃないよ、グミだよ、わかるわかるわ、そんな説明せんの、グミだよ、わからんやん、でもグミだよって書いてなくてこうやって置かれてたら、なんやこれ、グミだよ、グミかグミなんや、うん、中にちょっとなんかまた、はい、ジュレみたいなのが入ってて、これ結構うまい、うん、中までいったら味変わってくる、味が好き、うん、あれでも雨やったかなこれ、グミだよ、グミだよこれはグミだよ、グミか、でも言ってくれてる意味があるやん、やっぱり、うん、迷った時ね、うん、あれ俺今何食べた、グミだよ、グミか俺グミ食べた、グミだよ、芦田愛菜だよ、芦田愛菜出てきた、芦田愛菜出てきた、あとは結構なんかラムネとかヨーグルト味多いんやな、人気なんやその辺の味が、コーラアップのラムネ版で、ラムネアップ、ほう、行ってみよう、うん、うわ、うん、あ、いいってなるやつだ、気持ちいい、いいってなるとダメだ、うまい、ハード系、うん、結構ハード、ああ一番ハード5になってる、ランク1から5の食感で、うんうんうん、ラムネアップの超ハード食感は集中したい時などにおすすめです、喫茶店のゼリー風グミ、喫茶店のとつけてるとこがポイントですね、うわーええー、なパッケージ、なるほど、レトロな昔のあの味、思い出す、うん、昔の風味やね、粒グミ、これはまさかあのコーティング系でしょ、コーティング系グミでしょこれ、外糖衣状のポイフル的なやつでしょこれ、はい、そうだ、めっちゃ好き、うまい、うわコーティングしてた、うん、ちょ 見してもらっていい、コーティングしてるんだそれ手が大きいし、もう、ね、そコーティング系やって言いながら全く見えないからそどんな形状かちょっと気になる、おいしい、いや見せてもらっていい俺の日じゃないやん、背中向けてるやん、そうね、こういうね、うん、これが外側がシュガーコーティング、うん、うまい、シュガーコーティングされてるんだ、美味しい、これうまいね、
うまいです。春日井製菓さん、うん、いや、いろんな再現度はすごいね。何これ。塩プルレモン、梅プルレモン、珍しない。なんかちょっとだから出し方違うんじゃない、うん、入れ物がほらおもろいやん。あ、なんかサプリみたいな。おもろいやん。おもろい。井村屋、切らずに下から押し上げてね。え、このまま。嘘でしょ、それは違うでしょ。違うな、それは切るでしょ。え、でも切らないわ、そこを。嘘だ。あ、あ、え、あ、あ、おもろい。おもろい、これは太鼓判押してる。これは面白い。これは面白いやり方や。アイデアだけじゃなくてうまい。うまい、うん、これはおもろいな。あ、ほんまや、塩の味がする。塩の味が梅の感じをより引き立たせてる。何これ、どうやったのこの方法は。おもろい、これすごいね。おもろい、おもろい。あ、うまい。レモンちょっと、これおもろい。そのおも、あ、じゃすごいけど、なんやろ、全部こうあってほしい。カニとかも、カニとかも身がビュッと出てきてほしい。これ系の全部こうあってほしいわ。この力加減慣れるまでちょっとドキドキやな。あ、うまいな、これおもろいわ。で、味めっちゃうまい。で、他のグミとは全然食感違うし、ちょっとゼリー状の、ゼリーをグミに近づけた感じなのかな。ゼリー状のものゼリーやな、どっちか言うと、うん、食べてる感じ。ゼリーって書いてあるやないか、ワンプッシュゼリーって名称ゼリーって書いてあるわ。ごめんなさい、恥かかせやがって。おい、井村屋さん、グミでエントリーしてへんやないか。なんかゼリーっぽいなと思ってたら、ちょっと大量に買い込んで。まあまあ、ぽいのを入れたから、いや、全然全然。ちょっと気になる。なるほどな。いや、ゼリー部門や。ええやん、発見できた。これ冷やした方が絶対うまいな。うまそう。で、これでいけるって、ゼリーを。めっちゃいいわ。あと割り切れるような、そのなんかダイエット中とかさ、ちょっと1個だけと思ってもさ、2個3個って食べてまうけどさ、はいはい、これはもう1本だけと思って割り切れる。これはいい、なんかうまい。でもゼリー部門です。ゼリー部門ですけど、うん、素晴らしい。美味しいね、いいの見つけた。いや、いろいろ食べましたけど、うん、私まだでもこれ、これの衝撃がね、もう一回食べてみる、うん、これがやっぱりタリモニが強すぎて、ほんまめっちゃうまいねんな。これは100年後も残ってる可能性あるよ。抜群にうまいねん。他のヨーグルトグミも美味しいねんけど、口に入れた瞬間にここまでヨーグルト来てくれるグミってないねんな。で、またこの周りのシャリシャリした感じ、これはすごい。あとグミの食感と、グミの食感とシャリシャリした感じとヨーグルトの味のこの三位一体感、こいつ強いわ。作ろうまで作ったんかな、ブルボンさん。たまたまこうなったとしてじゃないと、こんな計算してここまで作れる。これは会いたい、開発者に会いたい。会いたい、これすごい。お礼言いに行きたい。あとこれも会いたい。これも面白い。チャンネル登録お願いします。いや、美味しかったです。美味しいね、はい、やっぱり。これもと吉本の本社に持っていこう。はい、なんかグミで腹パンパンになったん初めてかも。確かに今晩飯の時間や。そうやね、何も食うてへんからめっちゃ食うてもた。